According to the Greek mythology, the thunderbolt is a powerful and devastating weapon to wield, and it is said that Zeus' thunderbolt can shatter huge mountains and kill titans. The lightning bolt was created by the Cyclops and given to Zeus as a gift after he frees the Cyclops from Tartarus. ギリシャ神話によれば、ゼウスのサンダーボルトは山をも動かし、それによってチタン族を抹殺したとあります。もともとはシチリア島に住んでいた一つ目の巨人、キュクロプスをゼウスがタルタルスから解放したその礼にとゼウスが受け取ったものとされています。サンダーボルトは最強の武器ということになります。そのサンダーボルトが密教のバシュラ、つまり極書となり、空海によって日本へもたらされました。広し林、浜松市、ジャパン。このゼウス像は1680年、今からたった440年前ということになりますけれども、スミルナというところで発見されます。そのゼウス像が手に持っているのがサンダーボルトということになります。ライデンとも訳されています。まあ、最強の武器ですね。まあ、ゼウスはこれによって、山をも動かし、そしてチタン族を滅ぼしたとあります。このゼウスが持っている、サンダーボルトが密教法具の、まあこれは参考書ですけども、五個書となりました。まあいろいろな形があるようですね。これは一本だけですから特古書と呼ばれています。まあこういう形で現在の日本に残っているということです。で、その中でも特に密教法具の中でもですね、重要なのがこのまあ、五個書、中央ですね。枝がですね、五本に分かれているのを五個書と言います。特古書は金剛書の基本形で、五個書は最も重要視される法具です。とあります。で、弘法大師空海がですね、唐から持ち帰り、生涯大切にし、祈祷の時必ず手にしていたのが五個書です。まあ、最も重要な法具の一つが五個書ということになります。なぜ空海がこのような、まあ、五個書をですね、持っていたかについては、まあ、それは簡単に説明がつくわけです。これは枝先が三本に、分かれてますから三個書ということになります。これが五個書ですね。枝先が五つに分かれています。チベットではバジュラと呼ばれていました。バジュラです。それが、まあ、五個書となり、日本に伝えられたということになります。で、このサンダーボルトがなぜ日本に伝わっているか。まあ、その理由は、まあ、簡単に説明できます。神々の歴史をですね、簡単に振り返ってみたいと思います。ゾラスタ、すなわちザラスストラがゾラスター教を起こします。マギ教と呼ばれていました。ゾラスターが広めたので、ゾラスター教と呼ばれるようになりました。その中からミトラ教が生まれます。ゾラスター教の最高の女神、アナヒーターが授かった子供ということになります。そうした世界を、まあ、具現化したのがギリシャ神話の世界ということになります。そしてそのミトラ教はですね、チベットに入り、密教となります。ミレーとなります。そしてそのチベットへ、長安から玄奘三蔵が行って、密教を長安に持ち帰ります。その長安へ空海が行って、日本へその密教を持ち帰ります。まあそういうことで、まあこの、いわゆるまあゼウスのサンダーボルトというのは、まあ五個書のことであったということになっていくわけです。で、簡単に、まあ、ちょっと不思議な関係を説明しておきます。ここが、まあ、ブッダが生まれ育ったと言われているルンビンです。これがタシルンポ寺じゃなくて、シガツェですね。シガツェのタシルンポ寺です。そして、その、
ルンビニとシガツェをつなぎますと、その直線は、ほぼ新直線に、唐の長安を横切って、日本の奈良の八田寺へと向かいます。八田寺というところはですね、金剛泉寺八田寺はですね、空海が若い時に、若い時に修行した寺として知られています。金剛泉寺八田寺です。で、その八田寺で修行して、唐の長安に渡り、そして密教を日本に持ち帰って、高野山に金剛不寺、を建立します。このルンビニとシガッツェ、そして長安、そして八田寺は、ほぼ新一直線に並んでいます。が、それだけではないんですね。その八田寺の参道は、まっすぐ、長安、四月へ、ルンビニの方を向いています。これは八田寺ですけども、これ以上下がりますと線が切れますので、ここで、見てください。この黄色い線が、ルンビニ、手から四月へ、長安から引いてきた線です。新一直線に、この八田寺の境内の参道を横切ります。言い換えますと、八田寺の参道は、長安、四月へ、ルンビニの方を正確に向いているということになります。四月へですね。四月へのタシルンポジです。大弥勒殿があります。そしてルンビニへと、この、参道が向いているということです。その長安へ、空海が修行に行って、密教を持ち帰り、同時に、御古書を日本へ持ち帰ったということになります。最も重要な宝具ということになりますが、もともとは、サンダーボルトと呼ばれる武器だったということになります。Hello, this is Hiroshi Hayashi and Military Japan. Laws of weapons, gas weapons.杖か武器か、はたまたただの棒なのか、神々の武器。今日は神々の武器について考えてみます。古代の神々も武器を持っていました。その一つがサンダーボルトと呼ばれる武器です。バビロニアに残るレリーフのこの神は右手にサンダーボルトを持っています。強力な武器だったと言われています。先端から稲妻を発光し、そして一撃にして相手を倒すという、武器だったというふうに考えられています。古代の、コインの裏にもサンダーボルトが描かれています。右の中央に描かれているのがサンダーボルトです。このコインの裏にもサンダーボルトが描かれています。そのサンダーボルトについて、ウィキペディアは次のように説明しています。ゼウスもそのサンダーボルトを持っていたというのですね。そしてその流れがですね、チベットに伝わり、チベット密教となり、そしてバジュラとなったというふうに、説明しています。右下にあるのがバジュラです。で、サンダーボルトを持ったゼウスです。これは1680年に発掘されたゼウス像ですけども、ゼウスは右手にバジュラを持っています。これゆえにゼウスは、最強の神となるわけです。これがサンダーボルトですね。で、そのサンダーボルトは、ミトラ教と共に、チベットに伝わり、密教となり、そして、チベットに残って、ネパールに残っています。バジュラです。その密教を、日本の空海が長安から持ち帰ります。そして空海もそのバジュラ、いわゆるサンダーボルトを手にしています。空海が右手に持っているのがそのバジュラ、いわゆるサンダーボルトだということになります。日本では金剛書とか、御古書とかというふうに呼ばれています。ではなぜ空海が持っているか、アフラマズダが言います。そしてその下から
ザラスストラが生まれ、そしてゾラスター教を広めます。その流れの中からミトラが生まれ、ミトラ教を広め、それがそういった世界を表したのがギリシャ神話であり、その頂点にいるのがゼウスということになります。そしてそれがチベットに伝わり、密教となり、そして現状三蔵がですね、それを長安に持ち帰ります。その長安へ空海が行って、密教を日本へ持ち帰ります。こうした流れの中で空海にサンダーボルト、すなわち、が伝わったということになります。で、ここで、非数学の話を少ししておきたいと思います。バビロニアの非数学です。十の像は、には七本の光線があります。そして右の方は四国八十八箇所巡りをしている人たちです。自由の像には七本の光線がある。七です。七。これが非常な、まあ非常に重要な、まあ数字ということになります。で、八十八箇所巡り。で、注意していただきたいのが八十八という数字です。八たす八は十六。一、六ですね。一たす六は七。これが、まあ、バビロニアの非数学です。曜日も七曜日あるのも、この非数学によるものです。そんな時、メリルーさんからメールをいただきました。そのメールを紹介いたしますが、ただの杖なのでしょうかというふうに疑問を投げかけていただきました。福禄寿が杖を持ってますね。メリルーさんのメールをお読みください。メリルさんのメールを検証してみます。福禄寿です。福禄寿は杖を持っています。が、これはただの杖ではないとメリルさんは考えられました。で、調べてみますと、まあ、どの福禄寿も杖を持っていますが、どうも形が普通ではありませんね。本当にこれは杖なのでしょうかということなんです。で、私も調べてみましたが、これは中国に残る福禄寿ですけども、やはり杖ではないような雰囲気ですね。で、この福禄寿を見つけたのですけども、ミリルさんがご指摘のように、この杖はですね、エジプトの壁画に残っている、まあ、神々の王ですかね、の杖と酷似していると。で、エジプトの壁画に残っている、まあ、なんて言いますか、杖と比較してみることにしました。似ているというよりも、これは同じものですね。まあ、それほど探すのに苦労しないほど、この杖を持った、神というか王は多いですね。で、この右の図で、下を見てください。この右の図で、その杖のですね、下を見てください。上はまあ、福禄寿が持っている杖とよく似てますけども、下の方が浮いて、そして杖ではなくて別の目的のものであったことがこれでわかります。またこのリーフの場合はですね、上がまあよく似てますけど、下は浮いてますね。すなわちこれは杖ではないということになります。ということになりますと、これは杖ではないと考える方がより合理的だということになります。同じ杖が、キトラ古墳の中の、重刀人間がですね、の杖として描かれています。これがキトラ古墳の重刀人間です。この杖を見てください。上、そして下、そして右の方はよりはっきりしてますけども、杖、また、取っ手がついていることにも注意してくださいよ。下は浮いてますね。そして、下の方を見ますと、これは杖として役に立つようなものではないということがわかります。これは、復元図ですけども、取っ手がついていて、そして上と下を見てください。まあ、これが杖ではないという、まあ、一つの証拠になるわけですね。で、この、まあ、
ボートですね。いわゆるその、福禄寺の棒と、それからエジプトの棒が、残っている壁画の棒が似ているということなんです。結論から言いますと、福禄寺が持っているこの棒は、杖ではない可能性が非常に高くなりました。と同時に、これは杖ではないイコール武器ということに、ふうに考えるのが、やはり私は合理的だと思います。まあ、これらを見比べてみてください。なあち、これらは杖ではなくて、また棒でもない、ただの棒でもない、なあち他の目的、すなあち武器であるというふうに考えるのが私は合理的だと思います。同じような、まあ、杖をですね、モーゼも持っていたということはよく知られています。モーゼはこの棒を常に肩身離さず持っていました。まあ一般的には杖ということ、いわゆるモーゼス、スティック、ロートとなってますけども杖ではなくて、モーゼはこの棒によって奇跡も起こしています。また、これが、まあ、エジプトに残るアスクルピウスですけども、アスクルピウスの杖と言われているものですけども、これは、まあ、武器というよりはですね、癒したり、病気を治したりするために使われたものです。で、中国には、まあ、河川不走という、まあ、三蔵、現状三蔵、いわゆるその最有機に出てくる、まあ、これが河川草です。棒の先がですね、まあ、強力な、まあ、光、炎を放って相手を倒すという武器ですけども、そんな話も伝わっています。なあち、武器だということですよね。で、もう一度見てみますと、これが、福禄寺の持っている杖。なあち、私は、まあ、ミリルさんと同じように武器というふうに考えます。そして、エジプトのレリーフ。そして、キトラ古墳に残っている、この、獣頭人間が持っている杖、棒、あるいは武器ですね。は、これは皆、棒や杖以上のもの、すなわち武器でか、武器と考えるのが、私は、合理的だと思います。このことはもう一つ重要な意味を含んでいます。これは、ずっと紹介してきました、コーンヘッド、超等人間ですね。いわゆる man with elongated skulls ですね。これは超等人間ですけども、この子、超等人間の頭、は、まあ、これは頭蓋骨が DNA 鑑定が出てるわけですけども、人間ではということは分かっています。まあ、それは別としまして、この超等人間イコール福禄寺と考えるのは、なんだ無理のないことだと私は思います。ですから超等人間は、まあ、日本も含めてアジアにも来ていたということになります。で、この棒が武器かどうかということですけども、エリア51で働いていた、いわゆるチャールズ・ホール氏がですね、重要な証言をしています。これは以前に紹介したチャールズ・ホール氏の、まあ、内容をですね、証言をもとにして、まあ、それを記録したウェブサイトの記事ですけども、その中に大変興味深い記事が、部分が書かれています。ことが書かれています。まあ、チャールズ・ホール氏がね、一緒に働いていた、まあ、エイリアンと言われている、トール・ワイトもですね、武器を持っていたというんですね。それは、人間が持っているようなピストルだとかっていうようなタイプの武器ではなくて、鉛筆型の、ペン型の武器であったというふうに、まあ、チャールズ・ホール氏は証言しています。それについては、この、もう少し後に、説明しますが、要するに、まあ、人間の感覚で言う武器とは、人間が、私たちが言う武器とは、また違った種類の武器ということになるのではないでしょうか。で、ペン型の武器ってことになってきますと、まあ、棒型のですね、いわゆる杖型の武器があったと考えても、なんだおかしくないと思いますし、またそう考えるのは合理的なことだと私は考えます。で、そのチャールズ・ホール氏の証言の一部を、ここに紹介します。続いて1プラス6の比数学及び空海の謎についてのビデオをご覧ください。